タシケントサマルカンド高速鉄道は、ウズベキスタンのタシケントからサマルカンドまでの区間で運行されている高速鉄道である。全走行距離は 344km であり、タシケントからタシケント州、シルダリア州、ジザフ州、サマルカンド州を経てサマルカンドまで運行されている。高速鉄道は、アフラシャブ号という車両名で週に7回走行を行っている。 タシケントサマルカンド高速鉄道の建設は2011年3月11日に開始された。当初、建設費は約7000万ドルと見積もられていた。この建設には、新線建設と従来の線路の改良の両方の作業が含まれており、さらに走行ルートにおける現代的な信号システムの導入も行う必要があった。高速鉄道用の線路整備に加えて、 建設プロジェクトの一部として、ブハラやヒバといった都市に高速鉄道用ではない、規格の低い線路が新たに付設された。全3 4 4トルの線路では、最大走行速度時速2 5 0トルで運行することが可能になり、タュケントからサマルカンドまで約2時間で結ぶこととなった。2011年9月、高速鉄道の商業的な運行が開始される。 予定だったが、9月18日時点では3 5トルしか線路が完成しておらず、鉄道会社は全ルートの線路の建設を完成させるためには予算が不足していると報告してきた。2015年8月22日、路線は、カ島シでの1 4 1トルが延長されて営業を開始した。2016年8月25日、路線は、 サマルカンドからさらに 256km 延長されたブハラへ向け、最初のタルゴ250が走った。タシケントからの距離は 600km にもなり、旅程はそれまでの7時間から3時間20分に短縮された。2009年11月、高速鉄道用の車両が製造費3800万ユーロでタルゴにより製作されることとなった。 この購入金額はウズベキスタン鉄道交通局がウズベキスタン再建築開発のために融資を受けて制作されることとなった第一号車両であるタルゴゴ250は2011年7月22日に提供され9月に2号車両が提供されることとなったそれぞれの車両は車掌室に257名収容の8つの乗客用車両そして食堂車からなっていた 2011年8月26日、タシュケントからサマルカンドまでの試験走行が行われ、サマルカンドで開催された、シャークタラナラリーを音楽祭への乗客を乗せて運行した。列車は全走行距離約 340km を2時間で結ぶとされた。2011年10月8日、商業的な運行が開始され、アフラシャブ号という名前で週に2回運行されることになった。 しかし、全ルート中における高速鉄道用の線路の不足から全走行時間は2時間半を超えることとなった。2012年1月24日、オジスクスジェルドーパスはアフラシャブ号を週に5回運行すると発表した。さらに2012年2月13日よりアフラシャブ号はタシケントとサマルカンドを毎日1便運行することとなると発表された。 2012年5月より、アフラシャブ号は金曜日、土曜日、日曜日には1日にに往復することとなると、SJSC のウズベキスタン鉄道交通局より発表された。ありがとうございます。